東京料金所は神奈川県川崎市三山駅に所在する東名高速道路の本線料金所である。東京インターチェンジ付近にある洋画料金所とは全く別のものである。東名高速から首都高速道路を利用して都心方面に向かう場合は東料金所でこれまでの料金を支払い、洋画 TV では現金者のみ首都高速の料金を支払う。 帰省ラッシュなどで混雑することが多いが、近年では ETC の普及に伴い減少している。しかし、平日でも季節を問わず、上りは大橋 JGT を先頭に東京 IC を過ぎる渋滞になりやすい。下り方向約1キロメートル先に次の東名川崎インターチェンジがあり、東料金所出口付近に東名川崎インターチェンジの出口予告標識がある。 校内には、向こうが丘バスストップや神奈川県、警察高速道路交通警察隊本部及び、ネクスコ中日本東京支社の、川崎道路管制センター、コミュニケーションプラザ川崎が置かれている。同停留所についても、本校で記す。周辺には団地など、集合住宅や、給水塔が多い。高速道路ナンバリング標識が2017年3月1日に、神奈川県で、 初めて導入された。ブース数、16静岡方面では、通行券を受け取り、首都高速道路方面ではこれまでの料金を支払う。バス事業者では、透明向こう丘という名称で案内している。透明ハイウェイバスの急行便と、特急便、東海道昼特急号、小田急箱根高速バスの特急便、夜行高速バスのドリーム号の一部などが停車する。向こ丘の名は、 当定理所が設置された当時の地名が大技向ヶ丘であったことによる。だが、1927年から2002年に存在していた遊園地向ヶ丘遊園及びそのもより駅だった小田急小田原線の向ヶ丘遊園駅の影響もあり、現在は校舎の読み方がより定着しており、向ヶ丘の読み方は一部で使われるのみとなっている。詳しくは、 向こうが丘地名の由来を参照。1976年に日本国有鉄道の武蔵野線が延伸開業した際、道線の生田トンネルが東京料金所の地下を貫通した。道線は現在も営業しているが、道料金所の地下を含む区間では通常は貨物列車のみが運行され、道料金所の周辺に旅客駅は設置されていないの貨物駅である。 梶ヶ谷貨物ターミナル駅がある。2008年以降、ETC による時間帯別割引が開始されてから、東京料金所直前の上りの BS 付近に割引時間開始待ちの車両が不法駐車するケースが目立っており、路線バスが BS に入れない状況などが出てきている。このため、東名においては、本料金所限定で深夜割引適用開始時間を、 通常の午前0時から1時間繰り上げるなどの装置が取られていたが、2014年4月1日以降は深夜、割引制度の見直し等により再び午前0時以降の適用となっている。向こうが丘バスストップに関するカテゴリー。ありがとうございます。